ジョージ・ムネです。今日は、前回に引き続き福橋の方に来ております。ナマズ釣りですね。これで、去年成瀬君と初めてナマズ釣りに挑戦してから4回目の調校ですね。今年3回目です。前回はちょっと残念ながらノービッシュで、ボツとなったんですけど、一応ねちょっとボツ動画っていうので面白いシーンっていうか、唯一ヒットしたやつを抜き上げるときに抜けてしまって上の電線にルアーが巻きつくというかトラブルがあったので、そのシーンをちょっとボツ動画として見てましたけど、今日はね初めて狙うところで、ちょっと小さい水路なんですけれども、まあ、いるかどうか分かんないですけど、ちょっとやってみようと思います。もう3回目で大体どういうところにナマズがいるかっていうのは、まあ、3回目じゃない、4回目か、大体どういうところにナマズがいるかっていうのは大体もう分かってきたんで、今日は確実に取りたいと思います。できれば3本取りたいですね。頑張ってやっていきます。やべえ、たまたま。疲れました。泥棒ナマズを召し取りました。タモで。なんか前回の調校の時から、リーダー巻き替えてなかったのがいけなかったですね。リーダーが抜けてました。多分娘に傷が入ってたんでしょうね。きつい。めんどくさいけど、ちょっとリーダーを結びたいと思います。これはタモで取ったのでノーカウントですね。いいです、します。
リーダー結び直しました。釣りを再開したいと思います。1投目から幸先よくバイトがあったんですけれども、なぜかこのなぜかっていうか、前回来た時になんかちょっと 2,3 回どっかに引っかかってゴリゴリって擦ったんで、その時に多分結び目に傷が入ってたんだと思います。でリーダーが抜けちゃって、ナマズ一旦外れたんですけど、その後浮いてるルアーにバイトしまして、あっち行ったりこっち行ったりしてるのをタモで追いかけ回して捕まえました。なんとかルアー回収することができました。もうね、まだ一投しか投げてないのに汗だくでクタクタですよ。さあ気を取り直して再開したいと思います。今出ましたけど乗りませんでした。50くらいかな。なんとか1匹取れました。もう1匹ぐらい取れないかちょっと頑張ってみようと思います。もうちょっと粘ったらね、もう1匹取れるかもしれないんですけども、明日仕事なんでそろそろ帰りたいと思います。明日っていうかもう日付変わっちゃったんで今日なんですけどね、最初にねちょっとアホなミスをして、リーダーが抜けて外れたルアーを魚が加えて逃げ回るという、すごいアホなことになったんですけど、なんとかあのタモで追いかけ回して捕獲してルアー回収することができたんですけど、でね最後にねなんとか50センチぐらいかな、一気に取ることができました。最後にね、一匹取れなかったんでね、最初のね、アホな失敗をお地蔵感としてあげることになってしまうところでしたけれども、まあ、最後になんとか一匹取れたんでね、良かったです。もうちょっと粘ったらね、あと1、2匹取れるかもしれないんですけどね、もう寝る時間がないんで帰ります。ということで、ご視聴ありがとうございました。